スケネクタデ軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15万4727人であり、2000年の14万6555人から5.6%増加した。軍庁所在地はスケネクタリ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 軍名は、モホーク族インディアンの言葉で、松の生える土地の向こう側を意味するものから派生した。スカハリー軍は、オールバニスケネクタディトロイ大都市圏に属している。スケネクタディ軍事務所ビルスケネクタディ軍は1809年に設立された。1683年に、ニューヨーク植民地で軍が作られたとき、現在のスケネクタディ軍地域は、オールバニー軍に属していた。 これは巨大な軍であり、ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、 オールバニ軍が3分割され、オールバニ軍、トライアン軍、シャーロット軍の3軍になった。1772年か、R1786 年のオールバニ軍には、現在のオールバニ軍以外に、コロンビア軍、レンセリア軍、サラトガ軍、スケネクタディ軍の全体と、クリーン軍とワシントン軍の一部が含まれ、また現在のバーモント州南西隅を含むものだった。 オールバニ軍は1786年にコロンビア軍を分離し、1791年にはレンセリア軍とサラトガ軍を分離し、ケンブリッジの町をワシントン軍に移管した。さらに1795年、その一部とオチゴ軍の一部を合わせてスカハリー軍を設立した。1800年にもその一部とアルスター軍の一部を合わせてグリーン軍を設立した。 1809年、スケネクタディ軍がオールバニ軍から分離設立された。スケネクタディ軍はニューヨーク州中央部東にあり、オールバニ市の北に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は210平方マイルであり、このうち陸地206平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は1.68%である。 アップステートニューヨークの多くの軍とは異なり、スケネクタディ軍は面積が小さい。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スケネクタディ軍は民主党を支持する傾向にあり、1988年以降のアメリカ合衆国大統領選挙では民主党候補にややましからそこそこの支持を与えてきた。アメリカ合衆国下院に送り出しているのも、 民主党委員である。軍の立法権は15人の議員で構成される、軍議会に与えられており、議員は8つの市町村を4つの選挙区に分けて選出されている。現有議席は民主党13人、共和党1人、共和党に同調する保守派1人である。軍はスケネクタディ軍公共図書館を運営しており、中央図書館と9つの支所で構成されている。 ありがとうございます。